エネルギーナビゲーターを畑はるみがお送りする星読みつれづれ草24。今日は乙女座サンド満月のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは。お畑はるみです。早いもんでもう2月も半分過ぎてしまいましたね。ついこの間水瓶座でパワフルな新月だと思ったんですけれども、もう来週はすぐ、満月が待っています。で、この本当に今ですね、ものすごいこうエネルギーが宇宙から降り注いでまして、まあレッドゴーレッドゴーとね、いろんなものリリースしましょうということもそうなんですが、この乙女座の満月からですね、3月にかけてはですね、非常にこうパワフルなんですね。で、今日はどこからお話ししていったらいいかちょっと困っちゃうぐらいなんですけれども、まずはちょっとデータを言いましょう。データはですね、いつあるかということで、アメリカの、ロサンゼルス時間ですと、2月の22日の10時20分ですね、午後です。で、日本は23日の午前の朝ですね、3時20分になりますね。で、満月ですから月と太陽が反対側で、月は乙女座のサンド、そして太陽は魚座のサンドになりますね。で、今日今US 時間で17日なんですけれども、19日に太陽が魚座に入っていきます。で、今非常に今これから魚座にたくさんエネルギーが入ってくるので、魚座のエネルギーということをよく理解していただくことがすごく大事だと思います。で、もちろん満月ですから乙女座っていうのは魚座と反対側になりますから、そこのところをよく理解してですね、で、どんなことがテーマになってくるかということをお話ししたいと思います。で、ちょっとまあ非数学的なデータを言うと、まあいつも申し上げていることなんですけど、2016年はユニバーサルイヤー9ですね。ですからこれは、何かがこう終わっていくタイミングで、まあ収穫をする時であり、新しいものをこう種を植えていくときですから、収穫をしても出てきたものはどんどんリリースをしてですね、新しいレベルに行きましょうという、何かが終わって始まる年ですよと。そして2月はですね、2を足して11がユニバーサルマンスになるので、やっぱり11というのはこうバランスを取りながら、ゲートウェイなので、やっぱりこうここへ向かっていこうというふうにですね、方向をこう決めていってスタートさせていくような、何か種をまくようなタイミングでもあります。で、22というのもこれはマニフェステーションなのでね、やはりこういろいろこの22という番号もマスターナンバーなので、エネルギーが来ているところをよく理解して、そういったことを実行していくことがすごく大事だと思うんですね。で、まあ2月22でやると6になるんですね。で、6というのは、落ち着いてきて、きちっとこう、土台ができてですね、その上でこう安定感が出てきて、愛とかそういったもの、ハーモニーとか、そういったものをこう象徴する、番号なんですけれども、まあ、23になると7ですね。でも7もこれも、なんていうんですかね、内側にこう、内省して、いろんな事実をですね、きちっとこう、向かい合いながら、いろんな人とこうコミュニケーションするというよりか、自分の内側に向かっていくようなエネルギーが7です。で、3度という3はですね、これまあ、先月の満月、獅子座の満月も3度だったので、これまあ、エクスプレッションというかね、どんどん表現していくことになるんですけれども、まあ、この3、6、9というのはある意味こう三位一体のですね、こう、トライアングル、三角になりますので、そういった意味でもですね、いろいろ表現しながら安定させて、いろんなものがこう粛清していくという大きなこうダイナミックなエネルギーを感じますね。はい。では、乙女座ということも考えなきゃいけないんですが、今日はちょっと、もうちょっとですね、こういった具体的なことをですね、図を持ってお話していきたいと思うんですけれども、まあ、本当にたくさんお話しすることがあって、今日もちょっと長くなってしまうかもしれませんけれども、まず一番申し上げたいのはね、
太陽の方を見ていただきたいんですね。で、太陽とここカイロンがですね、今3と9度で、重なってきていますね。で、ここがまあ6度ありますけど、これから太陽ずっとつながっていきますけど、やはりこの、海王星のエネルギーということをしっかりと理解していただくことが必要だと思います。で、海王星というのはこの、魚座のルーラーでもあって、160年ちょっとかけて一周するので、今度、魚座にですね、この海王星が戻ってくるのは160年以上経たないと戻ってきませんので、今生きている方がこのエネルギーを受け取るのは今しかありません。ですから、難しいエネルギーではありますけれども、まずこの、海王星とかですね、魚座のエネルギーがどんなものかということをしっかり理解していただきたいと思います。で、まあ、一言で今回のこの、今のエネルギー、本当にパワフルなエネルギーなんですけど、どんなエネルギーかっていうと、やっぱりね、こう、魂に焦点が当たってますね。今までの魂の、自分、皆さんの魂のずっとこう、辿ってきた歴史とかね、過去に向けて、今までの過去をもう一度、古いものとか、そういったものに焦点を当てて、向き合っていくというタイミングでもあると思います。で、小橋健二さんのホロスコープを読むシリーズなんですけれども、まだあんまりご覧になってらっしゃる方少ないんですけど、あのシリーズは、まあ、小橋さんの、生き方面白いなと共感して、ホロスコープを読んでるんですけども、小橋さんのホロスコープをただ読むだけではなくてですね、どのようにして私がホロスコープを読んでいるかということで、非常に詳しくですね、いろんなポイントについてお話ししています。で、やっぱりちょっと今、ストロロジー、占星術に興味を持たれて、ちょっと勉強してみたいなと思う方はですね、ぜひ、あのシリーズ、結構、だいぶ長くなってきているので、全部見るの大変かもしれませんけど、ちょっとずつですね、ご覧になっていただくと、小橋さんのホロスコープは非常に特徴のあるホロスコープなのでね、わかりやすいと思います。で、そこでですね、土星と海王星のスクエアというのが一番最後に作っているやつなんですが、もう一個だけ作って終わりにしようかなと思ってますけど、そこで詳しくその海王星の、エネルギーというのをご説明しています。ですから、そちらをちょっとご覧になってください。で、海王星というのはですね、金星の1オクターブ上の愛の星と言われているんですけど、要するにこう人類愛なんですね。自分とか、まあ、パーソナルの愛というよりか、自分をこう、ある意味こう、無視。犠牲にするってわけじゃないですけど、その自分を召してでも、まあ、人類のためにこう、やっていこうと。アンコンディショナルラブですかね。で、まあ、そういう時に、キリストなんかも、まあ、キリスト教ではですね、犠牲になってですね、殉教ですよね。それで自分を捧げて、まあ、復活してますけれども、そういった、エネルギーなんですね。で、ある意味本当に人間として生まれてきた魂が到達できる、神に一番近い宇宙のエネルギーって言ってもいいかもしれません。ただ、非常にこう、細かい波動で何でも溶かして全部こう、受け入れて流していくエネルギーなので、これを現実のこの人間世界の中で世間で、こう、体現していこうと思うと、非常に難しいエネルギーでもあるんですね。で、なかなか固まりませんので、海王星だけだとそれを固めていくのは難しいですね。でも、なんかこの海王星のエネルギーをよく理解した上で、ご自分、皆さん必ず、魚座とか海王星どっかに持ってらっしゃいますからね。で、今特にこの魚座がすごくこう、なんていうんですか、パワフルなので、皆さんのネイタルチャート、出生図の、ホロスコープで、魚座がどこにあるか。私の場合なんかは4室なんですよね。だからやっぱり自分の原点、家族、家、晩年とかね、そういったこう自分の一番安心できる、こう、ところが魚座になってますので、まあそういったところが今大きなテーマになってるんだなと。で、今、実際、こう、引っ越してきた新しいお家に住んで、今、ちょうどその、魚座、海王星が、この、一番、私の IC というですね、ここに、あたりにあるので、まあ、失業して、今、うちからこうやって、まだお金にはならないけど、仕事をしてるわけですよね。で、やっぱり、こういうホームベースで、
何かこう、やっていくということが、私の晩年特にね、とても望んでたことなんだろうな、ということは感じます。それで今、本当にうちにいてですね、幸せですし、はい。で、そういうようなことをですね、皆さん、ちょっと、ご自分の中でどんなとこがあるかな、ということで、で、そこでまあ私はこの海洋性のエネルギーを使ってね、みんなと一緒になって励ましていけるようなメッセージを流せたらいいなと思ってるんですけれども。でですね、やっぱりこの海洋性というのはそういう意味で非常に魂に焦点が出てくるんですね。で、海洋性が出てくるとこうやってですから溶かしていくので、割とこう、いわゆるグラウンディングのエネルギーがなくなってくるんです。で、その分、3次元の私が今住んでる、まあ4次元でもいいですけど、この物質世界と精神世界、目に見えない世界のベールがですね、すごく薄くなってくるんですね。だから、そういう意味でそういう自分、やっぱりね、少しやっぱり自分の時間を持たれてですね、メディテーションとか、そう、ヒーリングワークとかですね、霊気とかですね、そういったことに向き合っていかれると、いろんな気づきがまず起こるでしょうということが一つです。で、もう一つ大切なのは、この反対側のパイシスな、この乙女座のサンドの月ですけど、この乙女座にですね、ここずっと何回かエネルギーナビで申し上げている、今、ジュピターと木星と、ノースノードがですね、21、22で今、コンジャンクトしてるんですね。5なんですね。で、この反対側がですね、ここ書いてませんけど、21度にサウスノードがあるんです。で、ここに、癒しの星、カイロンですね。日本語ではキロンという方もいらっしゃいますけど、カイロンがあるんですね。で、やっぱりこれもですね、非常にまあ、同じ月と太陽があるところにあるということでですね、これも非常にこの過去なんですね。ノースノードというのはこれからですけど、こちらはですね、サウスノードはやっぱり今まで生きてきて、今まで慣れ親しんできたエネルギーなんですね。で、そこが癒していく、癒しの回路です。で、この癒しの回路があるところっていうのはやっぱり生まれてからずっと、今だけじゃないですよ。その魂全部のですね、癒しが出てくるので、やっぱりこうやって内側に向かってですね、いろんなワークをしていく中で、いろんなのが出てくると思うんですよ。で、特にですね、それに輪をかけてですね、ここで火星がですね、このスコルピオにあって非常に今力が強いんですけれども、もともとこのスコルピオの、トラディショナルなルーラーですからね。で、ここがですね、今この25度であって、ここでまずセクスタイルという、このジュピターとこれとはセクスタイルいい角度なんですけれども、逆にこちらの方はですね、トラインでですね、またいい角度をとってるんですね。ですから、ここがですね、非常にこの、背中を押してくれるっていうかね、ものすごく力強くて、そして、スコルピオとの中に入ってですね、使徒再生の星のプルートが、ルーラーですので、そうやって本当にですね、深く内側に向かっていくときなんですね、今やっぱり。で、そうすることによってですね、いろんなものが浮き上がってきます。で、その力を利用するとですね、例えば、先ほど申し上げましたけど、この海洋性のエネルギーっていうのは、パイセスもそうなんですけれども、そうやって無条件の愛みたいなもの、みんなが一緒、オールインワンで、もう、その細かい、やれ人種だ、国だ、男だ、女だとか、そういった細かいこ、あの、ことは、もう無視して、でも、根底は宇宙と一緒だよねっていう、そういう一体感を持ってるエネルギーなんですけども、そこをそのある意味本当に理想とかですね、に向かって行けるときはいいんですが、行けないと理想だけ言ってるだけで、その地に足がつかないエネルギーなので、結局逃げてしまって、何ですか、犠牲者意識になったりとかですね、
逃避行、ね、いろんなことにこう、なんていうんですか、引きこもりとか、まあ、逃げちゃうんですね。あとは、中毒なんかにもなりますね。そういったことがいっぱい出てくるんですね。で、やっぱり、過去でも、ここにこの、サウスノードと、この回路があるということは、やっぱりその、よく瞑想とかですね、ヒーリングとか、まあ、対抗、催眠なんかのセッションをお受けになってもいいと思うんですけど、そういったところで、やっぱり自分が、そういう、なんかアディクション、中毒を起こしてしまうようなこと、のきっかけになったものは何かってことを知る。それから、なんでこう自分はこう逃げよう逃げようと。なんかやりたくなくて、やる気がなくて、こう、引きこもっていた。でも、必ず奥に何かあるんですよね。それが、そのきっかけになったものが。それとか、そういうなんか人を責めたり、犠牲者になってしまったりとか。ね。そういうふうにこう、なってる根底の、なんていうのかな、きっかけになったようなものっていうのが、このそういうウォークをすることによって、今すごくこう、浮き上がってくるエネルギーがいっぱいです。で、それはもう一つは何度も言ってますけど、この冥王星と天王星のスクエアですね。で、これでいろんな過去からのものをこう変えていくために、いらなくなったものをどんどん今リリースしなさいと言われてますから。で、特に今ここにこうエネルギーが溜まっているので、で、特にこの過去のことを見ていくということが今非常に大切です。で、それをすることによってですね、気がついてくるとそれをこう、リリースしていけるんですね。で、それと同じように、まあ、あと、今、土星とこの、火曜星も今、ずっと、スクエアを取ってますので、で、土星はもうすぐまた、3月から逆行していくので、またこのスクエアがタイトになってきます。そうすると、やっぱり、なかなか固まらないエネルギーなんでね。でも、やはり、そこをですね、やっぱり、ここの部分でどんなことを本当に自分が実現したいのかと、魂のレベルのいろんな傷を癒して、本来自分の魂が、生きていこうと決めてきた今回のこう自分の魂の課題とかね、魂が喜ぶこと、やっぱり内側に向かって自分のハートとかですね、感情によく訴えてですね、そういったものを実現するために一歩何ができるかなっていうふうに考えていって、スタートしていくときにはこの土星はすごく応援をしてくれると思います。で、私の個人的な経験の話も、小橋さんの、ホロスコープを読むのところで、ご説明しています。で、私もこの、なかなか転職をしてですね、仕事が、こう、固まらなくて、やってもやっても固まらなかったんですけども、今、そういう形でポンと放り出されてですね、失業したということで、でもその時によく見返ってですね、やはり私のノースノードがあったところで、土星が来た時にポンとこう、失業しましたので、で、私のここは今、受出なのでね、まだキャリアはこれからまだまだ広がる可能性があるところで、失業したということは、この、やっぱり今のような、こういう今までやってきた仕事じゃないことをしなさいというふうに宇宙は言ってるんだろうなと、ガイドがそう言って私にチャンスをくれたんだろうなと思ったんですね。それで今、この、星を見つれずれ草を、立ち上げたんですけど、で、まだ、具体的なお仕事としてはですね、まだ準備ができてなくて、でも皆さんには私はこういうことを感じますよということは今ご提案をしてるんですけども、おかげさまで本当に今日ですね、登録者数も109人で1万、何百ビューをいただきまして、1ヶ月半ぐらいでですね、こんなにたくさんの方に、まあ私も毎日毎日ビデオを作ってですね、たくさんデディケーション、一生懸命やってきたことは確かなんですけれども、やっぱり固まってきてるというか、少しずつこう、成果が出てるということは、やはり、これは私がなんか魂としてやるべきこと、やりたかったこと、私のハートに耳を澄ませて、こういうことがやりたいと思って、それがどうなるかわからないけど、やりたいことをまず一歩やってるんですね。で、これが本当に生活していけるかどうかわかりません。で、何度も言ってますけど、借金がたくさんあるので、住宅ローンの。このまんま全然お金が入ってこないと私も行き詰まりますので、ただもうちょっとまだ少し貯金を下ろしてですね、生活をしてますけれども、なんて言うんだろう。
そういう条件が整っているところでやらせていただいている。で、やっぱり大切なことはね、あとは天に任せることだと思うんですね。でも、I don't know how ね。どうなってお金になるかわからないけど、でもやりたいこと、やろうと思ったことやってみよう。魂がなんかやりたいって言ったことやって、やるとすごく楽しいんですね。で、また本当にありがたいことに、皆さんからなんか毎日毎日ちょっとずついろんなメッセージとかいただいてですね、新しい方とのご縁ができて、で、ビデオ見てね、背中を押していただきましたとかですね、本当に私がそういう言葉で背中を押していただける。で、ああ、やっぱりこういうふうにですね、本当に自分の魂に沿った生き方をしていたときに、導かれて私たちはそういうとこ行くと思うんです。だからいろんな試練があるとき、確かに大変ですけど、その試練はその魂の成長というね、イボルーション、進化という意味では、私は本当に全て最高のオポチュニティだと思っています。ですから皆さん、ぜひですね、皆さんの中でいろいろね、この土星と海王星がなかなか固まらないようなことがあったときは、これはなんか気づきなさいって言われてることなのかなということで、やっぱりちょっとこの、自分の今まで蓋してみたくなかったようなものとか、こう抑圧して自分では見てみなかったようなふりしたものが今どんどん出てきてますのでね。だからそこをこうしっかり向き合っていくことで、すごくこう、新しい一歩が踏み出せるタイミング、本当にすごいエネルギーが来ています。私はいわゆるそのいろんなものが見えたりとかですね、聞こえたりするような、なんて最近はないんですけど、エネルギーはすごく感じるんですね、昔から。だから、とにかく本当にこのエネルギーすごいなということで、皆さんぜひですね、このエネルギーをうまく利用していただきたいと思います。それで、今度ちょっとこちらに行きますけれども、何度も申し上げてますけれども、木星があるところをどんどん拡大していってくるんですね。で、このノースノードはサウスノードと違って、私たちがこれからこう学んでいくべきところを指しています。ですから本当に魂が向かうところ、魂が望んで、今回皆さん必ずどんな魂もね、根性は私はこういうことを勉強しよう、こういうことを学んで学習しようね、こういうことをもうちょっと経験したいと思って生まれてきてるんですね。私はそういうふうにたくさんの方は言うし、私はそう信じています。もしそうだと仮定すると、やはりその自分がこの慣れ親しんだ方ではなくて、その自分が向かうべきところの方に向かっていくときに、すごく大きなチャンスが来るので、こんなチャンス本当にすごいじゃないですか、これね。まあ、これはこっち行って、これはこっち行きますから、10年に一度とは行きませんけど、でも、このノードと、ジュピターが重なるっていうのは、そんなにしょっちゅう起こることではないんですね。で、まあ、あとは皆さんの、そのネイタルのところで、なんかこの辺がまた重なってると、いろいろ、すごいダイナミックなことが起こると思うんですけど、で、そのためにもですね、今大事なことは、この木星にこう、R というのが出てるでしょ？ってことは、これね、レトログレードしてるんですね。逆行してるんです。で、5月の13日頃までだったかな、この13度まで逆行します。で、このノースノードはずっとこっちへ移動しますので、ですから、普通は、星はこっちへ移動していくんですけど、今逆行してるので、ノースノードもずっと行くので、この2つがこう、合になってコンジャンクトでずっと続くんですね、しばらく。で、そのチャンスがすごいことと、で、今これ逆行してるってことは、逆行はいつももう一回立ち止まって、もう一回過去をもう一回見直そうねってことなんです。だからここでも過去が強調されてるんですよね。だからね、やっぱりね、今ね、本当にね、古いもの、過去、ね、そういったもの、それでミスティック、ちょっと今まで見えなかったような神秘的なものとかですね、非常に深いところまで入っていって、いろんなものをこうヒーリングしていく。そういうエネルギーに焦点がすごく当たってる、この満月なんです。満月はこうね、太陽の光を浴びて、月がこう照らしてくれますけど、その照らしてるところは何かというと、こういうところなんですね。で、そこにちゃんとこうリリースしたときに、火星が前に、
すごくこうサポートしてくれるエネルギー出してるし、それから土星がですね、今度は逆にこことここでですね、土星が今プッシュしてるんですね。で、土星のエネルギーっていうのは非常にこう、やっぱりいろんなこう、プッシュを与えてですね、チャレンジを与えて、私はいつも、私は密教の修行をしている仏教徒なので、私にとって、なんかお不動様ってイメージがあるんですね。ちょっと、厳しい顔でですね、叱ってくださりながら、でも しっかりと私たちを見守ってくださってる。でも、覚悟をして自分でちゃんとこう、自分の道を切り開いてください。行きなさいと言って守ってくださる。でも、どんなに私たちが大変でも自分の道は自分で開くから、しっかりこうサポートはしてくださいますけど、黙って見てくださる。こう、よしよしとこう、やってくださらない。うん。でも、それに応えてですね、やっぱり自分に与えられ、乗り越えられない試練はないということをよく理解した上で、祈りながらですね、道をつけてくださいと祈りながら、やっぱりその自分の天命とか魂とか自分を信じて、そして宇宙を信じて前に進んでいくところ時に、本当にしっかりとこういろんなことを気づかせてくださる。自分がうまく自分がそう向かってる方向おかしい時はこうパッとこうやって失業させてくれたりとかですね、そういうなんか病気になったり怪我をしたりいろんなことがあるでしょう。でもそれを節目にですね、大きな方向転換ができるのはある意味本当に大きなオポチュニティ、機会だと思うんですね。で、私も本当に失業しなかったらですね、仕事は大変で全然幸せじゃなかったですけど、でもすごくいいお給料もらってたし、ストックオプションというのがついてですね、まんま4年間勤めたら本当に1億ドルぐらいになるかもしれない、ストックオプション、会社がうまくいくわですよ。1億ドルじゃない、ごめんなさい、1億円か、日本で言うと1ミリオンとか、だからそういったことも可能性はあったんですけど、でもそういうお金のために私は転職したわけじゃなかったしね、そういったことを目標にしてたら、もしかしたら私はもう敗北者っていうふうに、自分はダメだっていうふうに感じてしまってたかもしれません。でも何が言いたいかというと、そういったところでですね、じゃあもう事なかれ主義で自分は言われたことだけをただやっていけばですね、もうちょっとうまくでき立ち踏まわれたと思うんですけど、やっぱり私は新しい組織を作っていくときはこうした方、こうきちっと基礎からね、いろんなことをこう合意を取ってやっていった方がいいと思ったので、そういうご提案をいろいろするんですけど、なかなかその権威がなかったために固まらなくて大変な思いをしたんですけど、それもなんていうんですか、気づきですよね。それででもやっぱり失業しなかったら生活もあるから、辛くてもいやいやながらでもね、ずっとそういう生活を続けていたと思うんですね。でもしかしたら本当に体を壊してしまったかもしれない。でも自分のノースノードのにトランジットの土星が来た時にポンと失業してしまったということは、やっぱりこれはそのお不動様のご加護があったんだろうなというふうに今思い返すとそう思います。ですから、またちょっと自分の話が多くなってすみませんけれども、そういった意味で、土星がですね、ここと、ここ、太陽にもなってます。ここにね、この T スクエアが来てます。ですから T スクエアというのは厳しい角度ではありますけれども、本当にこの自分のその、自分と内側に向け合っていったときに、いろんなアウェイクニング、気がつくことがあるんですよ。覚醒するんですよ。で、今週のオラクルカードで、アウェイクニングのカードがね、出てますよね。で、私はこういうエネルギーで、本当に一人一人がみんな内側と向き合っていったときに、いろんなことに、ちっちゃなことでいいんですよ。一つ一つ、ああ、そうだな、これもそうだな、っていうふうに気づけていける。気づけると、コントロールできるようになりますよね。気づけると、もう恐怖がなくなるので、あ、こういうことだったんだ、じゃあ、もう手放していいね、と。で、ありがとうって言って、お不動様の剣でもいいし、アーキエンジェル・マイケルの剣でもいいし、ポノポノポノでも、あとはセドナメソドとかいろんなね、癒しの方法あると思うんですけど、そういった形で、手放していく。ぎゅっと握っていたものを手放す。で、経験は経験としてちゃんとそれでも取っておく。でももう感情でこういう
こう、なんていうかな、なんていうのかな、踊らされない、で、やっぱりね、水のサインですから、パイセスはね、で、火星も今、サソリにありますから、感情というのも非常に大事なんです。で、とにかくね、抑え込んじゃってるから言えてないんですね。だから、そのヒーリングの時のはですね、思いっきりもう、その、感情を出すってことも大事だと思いますね。で、本当に涙がいっぱい出てきた時はですね、もうその涙でこう清めてくれてますから、で、一旦全部出して後で、ちょっとすっきりした後で、ほのぽのぽのなんかするのもいいかもしれません。はい。で、まあそういったエネルギー非常に流れていますね。で、それに輪をかけてですね、今、土星とですね、ここの天王星。天王星がですね、非常にいい角度でですね、トラインを作っているんですね。で、ここの、ノースノードとジュピターにはスクエアなんですね。ですから、これはどういうエネルギーかっていうと、やっぱりこういうこのスクエアでですね、プッシュをいっぱい来てますけれども、そのプッシュを一生懸命することによってですね、天王星がですね、土星にものすごくこうインスピレーションっていうんですかね、気づきをたくさん与えてくれるエネルギーを送ってるんですね。ですから、これもですね、一人一人が今覚醒していく、アウェイクニングしていく、大きなね、チャンスをくれてると思うんですね。非常にパワフルですよね。で、やっぱりこう、はって気づけてくるので、気づけてくると、やっぱりリリースしてシフトするでしょ？ね、魂がこう、上に行ってきますよね。で、そうすることでですね、なんていうのかな、皆さん一人一人がそうやっていろんなことを気づくことで、皆さんの周りにいる人とか、皆さんの国とか、この地域とかも、地球全体もですね、こうやってこう目覚めてくるんですね。だから、やっぱりまだまだ、地球のレベルでは、こう、宗教の違い、肌の違い、男か女かという違いとか、そういったことですね、なんだかんだとこう、小さなことでですね、小さなことっていうか、違いをあまりにも、ポラリティっていうのかな、に焦点当ててですね、来たそういう仕組みがですね、やっぱりこの女性線の、星のエネルギーが来てるときはですね、全部溶かしてですね、みんな一緒だよと、そういうエネルギーの中で、今までずーっとどっちかっていうとこの2000年男性エネルギーが牛耳ってきた世の中の仕組みとかが変わっていく大きな今時だなというふうに私は強く感じています。はい。で、最終的にはね、これは男性性のエネルギー、外へ出していくエネルギーも女性性の受け取って溶かしていくエネルギーもどちらも必要でね、それをこううまくハーモニーを持ってですね、皆さんの、エネルギーの中で、こう、アライメントができてくると、ね、こう、しっかりと自分らしさが輝いてくるんですよというのは、毎週のオラクルカードリーディングでもいつも出てくるようなね、メッセージなので、その辺のこともよく、ちょっと心に留めておかれてですね、ご自分と向き合っていただけたらと思います。で、やはりね、こう、気がつく、目が覚めるというのは全てですね、内側からしか来ないんですね。で、そこをしないとですね、例えば典型的な例は、なんか私たちがいろんな問題があるとしますよね。で、起こってくると、例えば人間関係でいきましょうか。ご夫婦の間でもいいですね。恋人同士でもいいですね。そうするとやっぱりこう、なんか感情的にですね、鬱積したものがあったときに、その内側を見ないでですね、外側にその解決を策をね、練ろうとする。まず、相手が悪いってことになっちゃうんですね。自分が悪いじゃなくてね。そうすると、相手が悪い。そうすると、取り替えちゃうわけですよ。じゃあ、この人はダメだからって離婚をする。別れる。そして新しい人を見つけると。でも結局ですね、自分が変わってないとですね、やっぱりそういった、
自分のないところをこうそこで満たしてもらおうとするから、同じようなパターンの人を繰り返すんですね。だから皆さんのそういう関係でも同じようなことを繰り返し繰り返しパターンが来てる方は、やっぱり自分の中の何か自分に足りないものを外からこう入れて、それで満たそうとしている傾向が多いと思います。ですから、なかなかこう恋愛関係なんかでね、身が結ばない方っていうのは、もしかしたらやっぱり自分と向き合っている。で、これはたまたま恋愛のことですけど、何でもそうだと思うんですね。そうして自分の中で、ああこうだよなって思った時に、じゃあどうしたいんだろう自分は。で、自分のハートの声を聞く。うん。で、これから太陽はですね、その魚座に入って、それから牡牛座に入ってくると、今度はまた自分のアイデンティティとかですね。で、牡牛座、双子座、ずっとここのですね、乙女座まではですね、1室から6室までの原型のとこなので、非常にプライベートなレベルの非常にある意味主観的なものをもう一回見直してですね、いける時なんですね。で、主観も客観もすごく大事なんですよ。今土星はサジタリアンありますから、ここは非常に割とこう客観的なんですね。で、もちろんここもそうだし、ここはまだ金星と水星まだここにいますから、本当に水瓶座というのは非常にオブジェクティブにですね、こうに非人間的にこう事実をですね、こうパッと見て、こうエアのサインですから、やっぱり情報とかですね、イノベーションとかですね、そういった非常に客観性、1たす1は1でしょとかね、まあ1たす1は1とは限らないけど、これはこうです、でも感情も何も入らない、そういったことが非常に得意なんですね。だけども、それだけではやっぱり人間ですから、自分の内側のいろんな感情というのが見えてきませんから、そこをこういうふうに今からやっていくのは非常にいい時なんですね。ですから、ぜひこの素晴らしいエネルギーを使ってですね、そういう内側に入ってですね、いろんな、特にその傷ついてきたもの、過去に焦点が当たってますね、そういったもの、今までの自分のあったもの、ちっちゃなことでいいですから、感情とかをこうコンパスにしてね、なんか感情的に辛かったこと、そぐわなかったこと、嫌だったこと、そういったものを全部放り出してみたらいかがですか。そして楽しかったことは何だったんだ、そういったことでですね、だん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 自分のこうノースノードに向かっていく方が見えてくると思うんですね。そして最後にちょっとだけこのお話をしましょう。乙女座は何でしたっけ。乙女座はこの反対のサインですよね。そしてこれは地の星座です。ですけれども、ルーラーは水星なんですね。で、水星というのはコミュニケーションとか情報とか思考を司るんですね。で、この双子座も水星なんですけれども、水星はこの2つのルーラーになってます、支配星です。で、双子座はどっちかというと、いろんな情報を取ってきて集めて、いろんな人とコミュニケーションをしてですね、そういうことの方がすごく大切なんですね。ですけども、乙女座は取ってきた情報を今度はきちっと分析して、そして本当にコツ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 ですね、なんていうんですかね、努力家でですね、そしてその情報をただ情報としてこうもてあそぶとは言いませんけど、情報を取ってくることだけで満足するのではなくてですね、その情報を使って実際に何か良くしていこう、これを役立てて人のために使っていこうという第6室のテーマですから、第6室のテーマもですね、小橋さんのホロスコープを読むでですね、しっかりとご説明しているので、そこぜひぜひご覧になってくださいね。で、そういったことをしてですね、実際の世の中を良くしていこうと。ですから、ここでいろんなね、こう理想に なものをやり、理想的のエネルギーが流れているけど、固まらないところをここで固めてくれるんです。うん。で、固まらないだけで、こうだといいけど、ああだといいけど、でも、どうせみんな分かってくれないしで、こう、ドラッグに走ったり、なんだかんだしてるので、のパイセスの悪い面がですね、ここでですね、しっかりコツ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 努力をしてマニフェストしていく。そういうエネルギーなんです。ですから皆さん、ここはですね、6室ですから、やっぱり大きく見て、
こう人のために、世界のために、みんなのために何ができるか、自分が犠牲になるのではないその奉仕ですね、うん、サービスですね、そういったことを司るのがこの乙女座のエネルギーなんですね。で、その乙女座のエネルギーをよく理解してですね、何か自分ができることは何があるんだろうと、うん、それを考えて一つずつ何かやってみるといいと思うんです。うん、例えばお母さんだったら今までの自分見てこう、あ、じゃあ今度うちでなんか毎朝、ついつい心配でなんかすぐこれはしたのあれはしたのってチェックしちゃうような自分がいたけど、それも乙女座なんですね。乙女座はなんていう完璧主義者なんですよ。細かいところにものすごくねディーテールオリエンテッド、細かいことに気がつくんです。もう情報を取ってきて本当にきちっと仕組み作ってね。だからある意味で本当に完璧主義者のところがあるので、人が気づかないことまで気づくから批判もしちゃうんですね。なんでこんなことができないのとか、どうしてここがダメなのとか。で、これはですからコインの裏表で、他にすごいその識別能力があってね、他の人が気づかないところ、ここがちょっとおかしいんじゃないっていう形でそれをコツ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 こう改善していくこともできるエネルギーですよね。だけれどもそれが行き過ぎると今度は批判主義になったり、そういうふうになってしまうので、でやっぱりこう健康ということも大事ですよね。肉体ですから、だから体にいいことをするとかね、それからやっぱり体の癒しということも入ってくると思います。だからスピリチュアルな癒しは体から入っていこうとかね、だからちょっと体にいいことをしてあげる。で、さっき言ったその子供のついつい心配して、やったの、あれやったの、こうしたの、起きたの、宿題はっていう自分に気づいたら、今度は、そこをもうちょっとこう、コントロールするのではなくて、どういう言い方で、やっていったら子供たちが気づけるかなというような、自分らしさを出せるような、やり方をやってみるとかですね。わかりませんけど、今パッと私思いついたから言ったんで、なんかそういう具体的にですね、実際にやれることは何かなっていう形で、わからなくてもじゃあ何だろうって言ってガイドとつながってですね、私今ちょっとこういうところで子供たちをこう心配してるけど、うまくこうメッセージが出せませんと。でも私がじゃあできることは何だかちょっとわからないんですけど、したいと思うので、なんか見せてくださいっていうふうに祈るんですよ。で、まあ瞑想して祈っていくと、それをお話しするってことですね。祈るってすごいパワフルだと思うんですけど、そうすると、本当に自分が心の底からそれ望んで祈ると、もうガイドは待ってましたとばかり、いろんな情報を皆さんに見せてくれます。Facebook でポンと、見たものがポンと入ってきたりとか、YouTube で誰かのビデオをポンと見たら、あ、これが私のヒントだわっていうようなことがポンと出てくるとかですね。テレビドラマとか、ニュースで誰か言ったこととか、本当にわかりませんけど、いろんなことでですね、気づきを与えてくれます。で、本当にこうやって、ガイドとつながってですね、生きていくとですね、面白いぐらいいろんなことを教えてくれるんですね。だから、どんどん頼っていいと思います。頼るのはただ教えてくださいじゃないんですよ。でもこういうことしたくてこうですから、それが私の魂に合っていることだったらどうか教えてくださいと、道を見せてくださいと。そうする中で一歩一歩自分が行動していく、ね、地の星座ですから行動大事です。思ったことは小さなことでいいですから、コツ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 と努力することです。そしてそれがですね、皆さんの魂の目的にかなっているときは、必ず道がついていきます。はい、そういった素晴らしいエネルギーが流れているのがこの、乙女座サンドのですね、満月のメッセージですね。で、満月の願い事としてですね、私は紙にですね10個ぐらいいろんな、特に願いが叶ったことはありがとうというメッセージ、それからやっぱりいろいろこうインナーワークをしてですね気づいたことはですね、こういうところをリリースしていこうと思ったことはこうリリースしますという形でですね、特にこうリリースするのにいいタイミングなんですね。で、それを書いてですね、満月にお祈りをしてありがとうございますと言った後で、燃やすんですね。で、これは不動様のそのゴマの火のエネルギーと本当に同じなので、すごくすっきりします。で、その具体的なやり方も
満月と新月と満月の願い事のやり方というビデオも作ってありますので、ぜひまだご覧になってない方はご覧になってみてください。はい、今日も本当に長くなってしまいました。本当に最後まで私のつれづれなるお話に付き合っていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、この乙女座サンドのね、フルムーンは非常にパワフルです。で、ずっとパワフルパワフルって言ってるんですけど、本当にこんなにパワフルな年はなかなかないのでね。で、もう一つだけ、ちょっとだけ今もう一つお伝えしたかったことがあるんですけど、3月になってですね、まず3月9日で、これ後でビデオ作りますけど、魚座の18度、この辺ですね、ここ今カイロンがあるあたりでですね、日食があります。はい、それでですね、9月の1日にですね、今度乙女座の9度でですね、ここでですね、日食があります。で、9月の16日に、これアメリカ時間ですけどね、のこの辺24度でですね、24度、この辺ですね、またこの辺でですね、今度は月食があります。で、この日食月食というのは、新月と満月のスーパーバージョンですから、本当にパワフルなんですね。で、今この満月の願い事でしっかり願い事したことがですね、9月のこの、1日のですね、日食でですね、バーッとこう力が湧いてきますから、それに向けてですね、ぜひ今皆さん、この素晴らしい、で、9月はですね、ちょうど、この日食の後ですね、ジュピターはですね、もうこの辺に来てると思いますけど、その後、こちらの天秤座に移っていきます。そういう意味で、このジュピターとノースノードのコンジャンクションが5月まで続きますので、こんなに素晴らしいね、自分の方向性をしっかりとこう見ていけるエネルギーが来ている今をですね、本当に有効にですね、使ってですね、素敵な人生のナビゲーションをしていただきたいと思います。はい。それでは、これで終わりにします。どうもありがとうございました。ぜひいいなと思ったらいいねとかですね、あとはシェアお願いします。一人でも多くの方に、登録していただいて、たくさん聞いていただけたら嬉しいなと思っています。それからぜひ皆さんの質問とかですね、応援のメッセージあったらですね、この下の、コメント欄とかですね、Facebook の方の私のコミュニティページありますので、そちらの方に何かコメントしていただけると嬉しいです。はい、それでは素敵な満月をお過ごしください。ありがとうございました。